今回の動画では宇宙の帝王編のパラレルクエストをみんなプレイし、またアルティメットフィニッシュ目指してやっていくぜ。この宇宙の帝王編のメインな敵っていうのはフリーザなんだけど、ただメインストーリーの最後の最後にフリーザの兄のクーラも登場したんだわ。おそらくこのパラレルクエストのどれかの中でクーラも登場すること間違いないと思うので、出てきたらぶっ飛ばしましょう。そしてアルティメットフィニッシュしましょう。まず最初にプレイするのはナンバー20、出てこいフリーザ。成功条件はフリーザの手下20体倒す。主な敵はもうこれ全部フリーザ軍のモブキャラだね。ただ数が多いだろう。あらすじを読むと、戦闘を部下に任せ余裕のフリーザ、襲い来るザクたちを倒してフリーザを戦場に引きずり出せ。誰から目線のこの PQ なの？これはね、出てこいって誰が言ってるんだろうね。仲間とかは特にいないのでね。で、この手の PQ は過去にプレイしたことあるんだけど、その時は10分以内にクリアしたら次の条件がね、出てきたので、おそらく今回も同じじゃないかな。10分以内に20体倒すこと。それがまたむずいんだよ、この手の数の暴力は。一体一体は弱くても数が多すぎるでしょう。味方を連れて行った方がね、ゆとり持って戦えるんだけど、もちろん味方などはいないよ。俺だけだ。俺だけなんだよ。だから頑張るしかないぞ。ほんで爆発系の技っていうのも依然手に入れられてないんでね、もう一体一体カメハメハでぶっ倒していこう。手間も時間もかかるけどね。出てこいフリーザ。成功条件はフリーザの手下を20体倒すこと。なんか目の前にいるね、ナメック星人。今回滞在時間が短いんですが。え、滞在時間、本当だ。敵を倒すことに残り時間が増えるようです。あ、なるほどね、そういうシステムなんだ。もういきなり5分切ってる状況だからね。敵を倒すと何分増えるの？分じゃないと思うな。おそらく30秒とかかな。だからクリアするためにはもうひたすら倒し続けないとね、制限時間内に。お前結構体力多いし、あんまりダメージ与えられへんぞこれ。マジか、手間かかんな。あそこにいるナメック星人は何なんだよ。おそらくあいつはネイルでしょ。話しかけるともしかしたら一緒に戦ってくれたりするのかな。あと回復とか、まあ、ちょっとそれはわっけわからんわ。まずこいつらを倒す。これでなんでガードすんねん。ザコがガードすな、手間かかるやろ。プレイヤーに忖度せやろ。まだ終わらないし、一体30秒近くかかってるよね。あ、プラス2分、あ、だいぶだね。こんな増えるの？てっきり30秒くらいかなと思った。1対2分増えすぎじゃない？余裕でしょそんなんで。だいぶゆとり持てる。あ、この増える時間によってちょっと変わってくるのかな。20体倒したとこに残り何分とかあればアルティメットフィニッシュにつながるんじゃない。なんかそんな予感してるわ、なんとなくですけどね。これはゼノバス2のオリジナル PQ だからね、前作でプレイしてないので、アルティメットフィニッシュの状況はこと細かにはわからんのです。さらに2分だね。やっぱり1体倒すと2分だ。時間にはゆとりはかなり生まれるね。ただもうほんといかんせん数が多い分どうしても長くなるよ。だからこれもう一撃必殺技とか早急に手に入れないとね、こういう PQ のためにないから。ザコが周りに寄ってきてくれるんで、爆発系の技があればそれで一気にやれんぜ。歯がゆいな。何回打たなくなる。一気に来てよ、いっそのこと。そんな3体でまとわりつかへんでええから。中途半端なんだよね。次から次へともう周りに敵がいてほしい。敵いてほしいって願うこと基本ないけどね、このザコ PP に関しては本当に思う。これで何体目、まだ4体か。ちょっと待って、やっぱそこにいるネイルが気になるから話しかけとくわ。応戦してくれるのであればいいんだけどね、うん、どうだ。ああ、よしよしよし、やっぱりね。オッケーオッケーオッケー。あ、あ、あ、ちょっと待って、会話の最中に吹っ飛ばされたから。のの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 、はい、早く、何してんだよお前。はよ、やれ、助けろや、加勢せえや。俺は無視する。周りに敵がいるんで全然話が進まない。はい、お住まいに吹っ飛ばされるんだよね。わかるやろ、助けてほしいのが。周りうろついてるんだからね。訪ねる前に加われや。ゲルさん全然優しくないけど、ちょっと嫌いになってきた。おお、余計なことすんな、雑魚が。これでようやく5体。あと15体だぜ。なんだよ、この繰り返し。限度っちゅうものがあるわ。
出体はまずバランスとしておかしい。ゲームに対する愚痴が止まらない。せめて10体でしょ。10でも多く感じるの、それが20だったらなおさらだよ。もうなんやねんその一歩引いた感じ。お前から来いや。でまああのあらすじを読む限り、これ確実にアルティメットフィニッシュするためにはフリーザを最終的に倒すことになると思う。おそらく第一形態のね。だからフリーザを引き出さないと。今まだ13分あるからね、さらに倒せば時間は増えるから。大体やっぱ1人倒すの30秒だ。だからその単純計算だとクリアするためには10分近くかかるからね。10分以上か。あーもうこの一連の動作で倒したいのに。これで何体目？7体目。全然先に進んでる感じしない剣について。倒せば倒すほど長く感じる。最後ラスト3体になったら実感湧いてくるのかもしれないけど、そこに至るまでは実感ないね。うるせえ、叫ぶんじゃねえ、呼んでも来ねえよ。大体わかるやろ。そんな部下思いの上司でもないからね、フリーザっていうのは。強いやつには多少甘いけど、力ないやつには厳しいよ。まあ、上司としてあるべき姿だね。有能なものには優しく、雑魚はこき使うと。だから理想な上司ランキング的なものでフリーザが上位で選ばれるのよ、アニメのキャラクターの中でもね。俺はそんな人の元で働きたない。世間の皆様はフリーザの元で働きたいという人が意外にいるらしい。これであと、もう考えるのやめよう。まあ、あと1体で半分だね。これだけプレイしててまだ半分いってないんだから。もう遠く飛ぶな。いや飛ばしてんのは俺やけど。よし、これで10体残り半分。特に何の動きもないか。半分は倒しましたよ。残り体力に気をつけて。なんだ残り体力って。全然問題はないけどね。まあでも今のヒントになるかもしれない。半分以上残しておけばなんかアルティメットフィニッシュにつながるんじゃない。星の神秘開拓の責任者とか燃えるよね。いろいろ指示出したりなんかしてさ。よし、こんなところでただの雑用で終わってたまるか。行く。モチベーション高いねこいつら。俺そんなモチベーションねえぞ。ただこのひたすら作業がめんどくさがってるんだけど、こいつらからしたらここで手柄を上げれば、まあ、さっき言ってたけどなんかいろいろとできるようになるんでね、自分が上になれるんで頑張ろうとしてるけど、俺からしたらもうお前らの仕事とかどうでもええ、モチベーションとって関係ないから、はよ行け。もう一人栽培マン並みの体力であってほしいわ。さすがに多すぎるもん、フリーザ君の雑魚ともなればね。まあ、もうちょっと火力があれば栽培マンのように俺も倒すことが可能なのかもしれんけど、火力がないから。レベル的にはもう各 PQ クリアしたから来てるんだね。で能力も上げてほしい。これで十分だと思うんだけどね。これであと7KO ね。長い長い、考えるな考えるな。でもカウントしたくなるよね、どうしても倒した。あと5体とかになったら何かしらの進展があるんじゃないの。でも20倒すまでずっとこれで、残り時間は14分。あんまりダメージ受けすぎないようにしておかないとね。やっぱさっきのトランクスのセリフというのは何かヒントかもしれない。中にはあるんですよ、体力を半分以上残してクリアしようとかね。まあ、回復アイテムがあるから回復したら済んだその話よ。受けたダメージ量ではなくてクリアした時の体力によって変わるから。よし、これであと1体で5体になるから。あと1体倒してようやく5体だ。いやもうこれ限りにしてほしいね。もう散々まずギニュー特戦隊の PQ でそういう雑魚狩りばっかしたのに、もう
この宇宙の帝王編でもやりかないわ。その宇宙の帝王というね、豪華なそのストーリー名に似合う PQ にしてくれ。帝王どこにおんねん。まあ、その帝王を呼び出す PQ だから、まあ、導入としては分かるけどね。もう一踏ん張りです。いやもうお前も来いよ。もう一踏ん張りじゃねえよ。外から見るだけで何にも加勢しないネイルと同じだよ。ネイルの方が現場にいる分腹立つけどね。こっちがお前話す前に仲間に加われや。お前一回一回はい、いいよ、押さないとダメだから。すぐ押せればいいんだけど、変な間があって押せないんだよね。敵がすぐ攻撃してくるから。この最後までネイルに関しては仲間にしないよ。飛ぶ空港で行く。よし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 。あ、これ15分以上増えない設定なのか。さっきは気になってたんだけど、15分が上限なんだ。だからこれ以上は増えない。あーもう年な。お前ちょっと体力半分、どうだろう、回復アイテム使っていた方がいいかな。半分以上にしておこう、念のためにね。やっぱこれだけお前倒してなおアルティメットのフィニッシュの条件満たせませんでしたで、ね、もう一回やり直し、そんなにメンタル強くないよ。もう極端な面倒くさがり屋だから俺。もう一回やるはねえかな、このメインス PQ に関しては。もう一回はやりたくない。中にはもう一回やりたい PQ もあるけど、これに関してはない。なんで逃げるのお前ら。他の仕事したらいいんか。さっきやたらとモチベーションあったやんけ。なんで一歩引くね。お前らから来い。なんならやる気あるやつとやる気ないタイプがいるんだよね、フリーザ君の中に。このいわゆる人型サイヤ人型っていうのかなに関しては、結構あっちから来てくれるし、アグレッシブに攻撃してくれる。ただあの宇宙人的な感じのやつはこっちが行かない。こっちが行ってもなお逃げを選択してる。避けんなこの距離。お前ら避けられるほどのスピードも戦闘力もないやろか。やったらおかしいね。たかかフリーザ君のモブがね。これであと何体、あと2体だ。今いるやつら倒せば終わりで、ようやくこうなったらもうさすがあと2体なんかってモチベーションも湧いて出てくるよ。ようやくだね。何分プレイしてるんだ。10分近くはプレイしてるから、もう考えるな。もうこいつはこれで終わった。 OK。 ほんでここで回復アイテムをちょっと使わして、使わして、はいよ使って、はい、体力は半分以上確実にあるから、まあ、PQ の条件であれば大丈夫だと思います。ただそこじゃないと思うな。やっぱ10分以内とかだよ、これ確実に。時間がこうやって増えるというシステムを考えたら、10分以内を残してクリアするとフリーザが出てくるんじゃないか。終わった。いやーまだ終わってない。次やこれで、あ、もう終われ、はよ、もう攻撃すな。終わった。15体全部撃破。ああ、よかったよかった。もうびっくりした、今の。まあ、やっぱ来たね、フリーザの第一形態。もうシンプルいこう、シンプルいこう。お前にまで時間かけたないから。ああ、どう。私が格の違いを見せつけたね。これ、虫けらのフリーザの一族である俺に対するあれはないのかな、やっぱり。これメインストーリープレイしてても思ったんだよね。何にもノータッチなんだよ。言って、なんか述べて、俺を見て、俺に何か言って。何も言ってくれないわ。あいつ動いや、虫けらがとは言われた。思ったより頑張りますね。しかしまだ私には勝てませんよ。勝たしてもらうわ。長引かないね。もううっとしいな、これ。デスボール気力もあるからね、たっぷりあるからやってくんね。こうやって避けないとね。うわー、今のカメハメハなんで当たり判定ちゃうの。あと半分。今度は死ぬかもね。なんでやれ。
私がここまで追い込まれた。命が惜しくないようだな。はい、死んでね。この後どうせフルパワーとか最終形態でしょ。わかるんだ。なんならゴールデンフリーザもおるかもしれない。歴史改変が起こってこの時点でゴールデンフリーザ化してるフリーザがね、すごく嫌だけど。ちょっと待って、嘘でしょ。わお、攻撃、今必殺技してる最中ダメージ入らなかったね。フリーザが、あれ無敵化されんの、あそこの部分。おかしない、普通入るはずなんだけどね、なぜか入らなかった。アーマー状態になるのは知ってたんですけど、あそこで入らないはちょっと敵ひいきすぎませんかね。 Z ランクで、まあ、アルティメットフィニッシュでクリアすることはできたが、いやー、一発目からかなり長い。ほんでアルティメット必殺技ミスティックフラッシュ、なんかゲットしたぞ。この技は後ろに向かって強力な気功波を発射するぞ。威力は大きいが前方へは攻撃できない。なんやそれ、なんでわざわざ後ろを撃つ、普通に前方に撃ったらいいだけの話だと思うんですけど、まあでも威力は高いということを考えたら、ちょっとこれ今後使いましょう、機会があればね。後ろに向かってだからな、結構限定的な使い道になると思うけどね。で次の PQ はこちら、 PQ21、過去にプレイしたことがあるゼロバースのやつですね。共闘3種族、成功条件はクリリン、ピッコロ、ベジータを倒すこと。共闘3種族という名の通りですね、地球人、ナメック星人、サイヤ人といった感じでね、まあ、これはもうシンプルにいきましょうよ。雑魚敵が湧いて出てくるわけじゃないんだけどね。クリリンを20体、ピッコロを20体、ベジータを20体とかであればもう発狂してやめてたけど、そういうわけじゃないので、1体1体であればさっきの PQ と比較してめっちゃ楽に思えるね。いや実際楽やし、もう5分以内にクリアしたるわ、アルティメットフィニッシュ含めてね。これもう一気に3体いる感じ。あーだねだね、いや違う、ピッコロとクリリンだけか。ひとまずはまずクリリンから。敵にするとおっかないけど、味方になると頼もしいな。誰の話、ベジータの話か。危ねえ、やられたかと思ったぜ。あーもうクリリン避けないで、お前だけは手間かけずに行きたいから。弱いしね、やっぱまだまだやれる。なんか来た、ベジータでしょ。何者だか知らんが、この俺様の邪魔をする奴は誰一人として許さんぞ。なんで出てきた、倒れてたまるか。これくらいのピンチ慣れっこだぜ。クリリンはこれで終わり。次は終わりな、これでいこう。ベジータさん、ウロチョウしないで。周りどこにこんな力を隠していた。やるな。だが勝負はこれからだ。お、どういた。いろいろと感想を述べるね。すべての攻撃にリアクションを取ってくれてるじゃないですか。ありがたいわ。ただものじゃ。あたべじか、お前だよ。どこ行った。どこやれ。そこでつまんな。仕上がって頭に来るぜ。俺がこのベジータ様が押されているだろ。このタイミングで唐突に何やたらと当たるし、こっち打った場合そんな当たらへんのやぞ。これちょっと技使ってみよう、あの究極技ね。ここでこういうことよね、後ろ向きで打つから。え、大して食らってないけど、てっきり当てれば一撃で威力結構高かったしね、いけるかなと思ったら、まあでもああいう使い道やな。うん、ちなんか分かるぞ、大体フリーザでしょうね。一人たりとも逃がしませんよ、覚悟しなさい。ただもうフリーザ一族なら俺がいるからね、新鮮さないよ。もう始まりから4種族だったの。今さらフリーザー来られても今ですかみたいな感じ。さっき倒したし、まあ、この辺はもう仕方がないよ。うちの帝王編は基本フリーザーだから。勝てないと分かっていて戦いを挑むと随分無駄な努力をするんですもん。
結構食らうな第一形態の攻撃。相手の方がレベル高いのか。あーデスボール来た。避けろ避けろ、逃げろ逃げろ逃げろ、全力で距離取って逃げるよね。あぶ、あーもうこれ危ない。これね、逃げてる最中にロックオン外れんのよ。それによって動き止められてデスボールに当たるっていうパターンが過去あったの。怖い怖い。この虫けらめが苔にしよう。なんでここに来て、お前まさか全員復活、共闘4種族なんの。でも復活したのはベジータだけ。あーい、ちょっと待て、やっぱ全部復活か。仕方ない、宇宙のゴミ掃除といか。いや違うな、共闘、いやーやっぱクリリンも、いやここで共闘三種族のさ伏線を回収するのかなと思ったのよ。ベジータとピッコロとあとフリーザでね、四種族になっとるから。始まりからそうやったけどね。今度は死ぬかもね。本当になっちゃダメでしょ。うわーもうこの数の暴力やないっすか。やめろよお前、さっきから全部数の暴力やらからないかお前。もう味方連れていけば済む話だけど、ちょっとフリーザ攻撃避けんな。やっぱフリーザなんか無敵な期間が大量にある。技終わりと技始め、デスボールの最中もそうだしね。なんかフリーザだけ特例ないよね。俺気力、あーやばい気力切れてるの。あ死んだ、はい死んだ。アホーアホ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 ー、このタイミングでなんで気力切れんねん。もういきなり失敗かよ。マジで全部やり直しじゃん。めんどくせえな、もう手間かけずに行こうと思ってた矢先にこれかいだ。はい、またこっからね、フリーザ登場、その後復活。これ回復しておこう。いきなり一人たりとも逃がしませんよ。一人しかいねえよ。覚悟しなさい。お前ら数の暴力で来るけどな、で共闘3種族しとんの、いや4種族しとんの、おかしいやろ。勝てないと分かっていて戦いを挑む、ずいぶん無駄な努力をするんですね。いつ復活すんねん。あれ結構感覚あったよな、30秒間隔。あ、またこれ記録やばい。これ記録を回復しておかないと。ファイティングポーズ J 取っとくわ。これによって記録回復するスピードが速くなるんだ。さっきみたいな事態は避けられるでしょ。今度は死ぬかもね。この後だよね。これが理不尽なんだよ。無敵感があるの、今度は死ぬかもねの後に。あれ何なの、あの時間。今のは危なかった、この虫けらめが。これ時間ちゃうな、フリーザの体力だわ。それにもよって復活するのが決まるんだよ。俺が宇宙一なんだ。うるせえ、なんで立つんだよ。こいつらと手を組むのは尺だが仕方ない、全部復活。宇宙のゴミ掃除と行くか。もうメドレー方式でやめろ、ハゲハゲハゲの復活。ハゲメドレーとかどん重要あんねん。これまずフリーザ狙いでいくわ。あーののもう同じことの繰り返しになってるから、さっきと。回復アイテム使って惜しみなく。フリーザ倒しておかないとね、いつどこでまたデスボール使われるか分かんない。今度は死ぬかもね。ずるいわそれ、こっち攻撃してる最中やんけ。今度は死ぬかもねじゃねえよ、一回死んないね。次も死ぬかもねでいいの、次も同じく死ぬかもねっていうのが正解だよ。はい、また来たデスボール。記録はあるから大丈夫だ、一旦逃げることは可能でしょう。巻き込まれてお前らも死ねえやん。フリーザ軍のモブキャラのように、バーダックのようによ生き残んねん。これもなぜか当たり判定じゃない。ちょっとプレイヤーひいきして、どっちかといえばフリーザヒーキ入っとるから、この後の無敵状態はじめ、カメハメハの判定もねおかしいし、ゲームに対する批判が止まらない。まだ死なへんのかいフリーザ、長えなお前。またこれ、どこやどこや、どこ逃げたらええねん、回るよ。とにかく危ない、この自動追尾。はい、フリーザ倒した。あと残り
お前体力お前なんやねんそれ、かなりお前残ってるやないか。せめて半分でしょう。唐突くっつり復活したげこ、お前マックス付近っておかしいで、普通に考えて設定上も先頭食ったわけでもないの。先頭係は誰やれ、どこにおんねん。こいつも撃つせ、こいつも倒させろよ。うるせえよお前。ベジータ菓子ももう半分できんだね。もう唐突な必殺技タイム、ええよお前のアピールタイムはもう終わっとんで、何アピールすることなんで。ひたすら長いわこの宇宙の帝王編のピーク、さっきからずっとずっと。今回ぐらい数が少ないからいけるかなと思ったので、結局かかってる時間さっきと変わらねえよ、トータルのプレイ時間はね。よういっぱい復活する上に1体1体が全然さっきよりも強いから、そりゃ時間食うわね。最後ね、ナメック星人、ナメクジです、愛しい。ナメック星人に対するいい印象がないんだよね、さっきのネイルはじめ、このピッコロはじめ、ただただ鬱陶しい。手間をかけさせもやめろ、そのピッコロありがちな忌憚連発するの。あとお前倒すだけで終わんねん、手間かけさせんなや。もう一回必殺技試してみよう、後ろ向きこの状況で当たってる。あーオッケーオッケー、あーやっぱ当たればね強いわ。先ちょっとガードされてた節もあるからね、ベジータって最大当てればあそこまで削る、半分近くかな一気にね。でも使い道はあるよ、当てる条件がめんどくさいからね、わざわざ後ろ向かなきゃダメだよ。ナルテメットフィニッシュない。あー長かった、ランクアイスランクか。もうランクはどうでもいいですね、うん、ただただちょっと疲れてます。2個の PQ をプレイした消化エネルギーとは違うね、なんかもう10個くらいプレイしてる感覚、一つ一つが長えから。ここまででもうすでに20分以上録画時間があるというね、恐ろしいわ。この後くらいなんか1回倒すだけの PQ とかであってほしいわ。次にプレイするのはナンバー22ですよね、これだ。乱戦ドラゴンボール出た、3つのドラゴンボールを回収する。これはねギニュー特戦隊の時にもありましたよ。これはだからまず最初もう全員敵倒しておくよね、うん、でもう全部倒した後に優雅ドラゴンボール集めてアルティメットフィニッシュ目指すわ、まあ、過去の傾向を見る限りやっぱ全部敵を倒すことが条件になることが多いからね。ただこれモブも多いし、ザーボンとドリア、こいつらもおんのよね。まず主要キャラからいくわ。邪魔をするやつは殺してやる。私の邪魔をするのか、そんなに気に入ることもない。てめえただものじゃなさそうだな。見た目通りですよ、ただものな見た目じゃないでしょ。ドラゴンボールを下げさせ。フリーザ様がお待ちだ、急ぐのだぞ。ここで手柄を立てる、ちょっとフリーザ様もウェルフィーになって、俺の立ちだ。みんなやましいこと考えてる、本当にフリーザのためにやろうとしてるやつはおらへんよ。でも会社としてあるべき姿じゃない、うん、自分のためにやる、それが会社のためにつながる、まあ、頑張りが評価される会社だからこそね、みんなモチベーションあるよね、頑張って上を目指すぞっていう。なんかいいなこの会社、いいなと思い始めてきた。でも失敗に終わったら死しかないけどね、ミスが許されへんから、あの上司だと。もちろんしても許さんぞ。ここからはモブか。このモブの数がやたらと多いんだよね。全部で何体おんのか、4体おんのか。いっぺんで倒そう。これもまた時間がかかるけどね、手間と時間かかるものしかない。そんな1体1体は強くないんだけどね、ここまでプレイした PQ 全部1体1体は強くないけど、露骨な数の暴力で来られる上にその数が異常に多いから、楽しさよりも面倒さが今勝ってる俺の中で。面倒くせえっていうのが正直な感想よね。この後出てくる敵も倒さないとダメだと思うのでなおさらや。ドラゴンボールも3つだけじゃないでしょうか、他にもあるよ。
っと待って、このモブ何体おんの？え、総勢4体じゃないの？また増えてない？今いるの2体、3体か。マーカー見る限り3体だよね。合ってんのかこれ。モブはもしかしたら無限湧きの可能性もあるね。だとしたら今やってることはすごい無駄なことよ。倒しても倒しても意味ないよ。あ、でもあと2体やな。やっぱ数は減っていってる。数自体が多かったんだ。そこへの戸惑いがあったけど。よし、あと1体。どこや。やめろ、無駄な抵抗。これで終わった。ひとまずはね。で、ドラゴンボール集めですよ。忘れてた。本来の目的はそっちやね。まず1個があっちにあるな。まあ、敵がいない以上も優雅に集められるからね。何のプレッシャーもない。敵もいないから吹っ飛ばされる危険性もない。でね、正直このドラゴンボールをもっと分かりやすく表示してもらいたい。画面に映る時のエフェクトとかね、何かしらあってほしいんだけど、光がないんだよこのドラゴンボール。光ってない。本当に願いを叶えられる玉って感じがしないんだよね。光らなさすぎて地味なんだ色合いが。だから一見どこにあるか分かんない。レーダーに映っててもね、音も反応してるけど、あれどこあるんだってまず探すところから始まるもんね。それが手間。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。あと1個。今はね、今はあと1個ってだけで、どうせこの後最終的にあと4つ集めて計7個。それがこれまでのこのドラゴンボール系の PQ だったからね。流れは同じでしょう。出てくる敵が違うだけ。うん、はい、来た。なんか来たよ。フリーザでしょ。あ、やっぱりね、ドラゴンボール集め。もうわりかし近場に転がってるんで助かる。何これ、ベジータ、ターレス。なんで貴様の邪魔をしようとは、いい度胸をしているじゃない。なるほどね、これ三つどもえな展開になってるってことか、この PQ では。だから乱戦ドラゴンボールなんだよ。あらすじ読むの忘れてたわ。おそらくあらすじを読んだらこういう展開も予想できたはず。フリーザではなくてターレスが、ベジータが来るってことね。少しは聞いたぜ。あ、アホや、もうなんで自ら当たりに行くん。あー、もうめっちゃ食らうやん。連発やん。あの前に近づかない限りこのターレスの必殺技当たることないから。俺はちょっと自ら当たりに行く傾向がある。ド M なんかな。なんか当たってみたいと思う。本能がそう言うとるからしゃあねえ。予想外だったぜ。ちょっとあとちょっとなんだから、あとちょっとなんだから、もう手間かけささんで、オッケーで、ベジータさん、お前いきなり来んなや。初戦は下級戦士、無様なもんだぜ。ああ、ディスカルティ。お前も下級や、俺たちフリーザ一族からしたら猿やただの。どうなってやがる。いつも通りやね、それね。いつもすぐパニックになる。あー、当たった。のののの、死ぬ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 。これ終わりに回復アイテム使わないと。全然三つどもえじゃないんだよね。俺対ターレとベジータや。もうちょっと三つどもえな展開作ってや。なってないから。危機感緊張感がない。このまま終わると思うなよ。わあ、もう最後の一撃避けんのかい。トシ、当たらへん当たらへん当たらへん。終われ。もう無駄な抵抗やめろって、ほんと時間の無駄だから。もうほら、これ必殺技最中無敵なのかマジでわけわからん。このゲーム必殺技打ちまくったら済むやん。え、なんで終わらへんの。いや、ちょっと待って、あとちょっとから。何これ、全然終わらへん。なんやねんこれ。ちょっと
あぶね、死ぬわ。ようやく終わったよ。ちくしょう。あぶな。はい、これで終了。アルティメットフィニッシュ。これ以上の敵が来ることはなかったね。いやでも、いやいや、腰やだわ。敵の数が本当に多い。トータルもうこの3つの PQ の中で俺何体倒してきてる、モブ含めたら下手すら50体近くいくよね。でベジータのこの戦闘服手に入れたわ。でエネルギーショットね、あんまいらへん、そんなのは。ベジータの服に着替えるか。ずっと悟空のこの破れた道着着て乳首あらわになってるんでね、もうそろそろやっぱ乳首を隠したい。性別は一応男ですけど、男女ないんだ、うん、両生類ってやつ、うん、どっちもついとる、あれもこれも何もね。だから別に隠さなくても、いやいや隠すよ、恥ずかしいもん。だから服着替えて、まあ、似合わないとは思うけども、新たにベジータの戦闘服これだね。うわー全く似合わへんわー。あー、まあでもこれでいいか。なんかちょっと青の部分が余計やわな。全部青にしてくれよ、いっそのこと。一部なんか欠けてるとこ、肩の部分とかないからさ、肩は別売りなんだよね。あれは別売りで買わないとつけれないから、くっそー。肩の部分あったらそれなりに様になったのないから、かっこ悪いな。あとね、このスーパーソウル、これまでずっと何も使用してなかったんだけど、これからこのベジータのやつ使用するわ。防具に合わせてね。これね、敵を KO 時に発揮して、KO した敵の数だけ打撃系の技の威力がアップする。だから、これまでなんか雑魚敵いっぱい倒すやつありましたけど、あの手の PQ ではかなり役立つものだと思うので、これもセットしておきましょう。次にプレイする PQ は前作にもあった、ナンバー23、ナメック星崩壊。成功条件はフリーザを倒すこと、最終形態のね。ただ制限時間に注目。5分しかないの。普通15分ある PQ が、この PQ には5分しかない。あらすじを読んでおくと、追い詰められたフリーザがナメック星を破壊。爆発まであと5分。フリーザを倒してナメック星から離れろ。なるほどね。あらすじを読む限り、なぜ5分しかないのか理由が分かったよ。だからもうスムーズにフリーザを倒しとかないと。で、この場合、どうなるんだろう。アルティメットフィニッシュの条件が。こういう PQ プレイするの初なんでね、前作でやったことはありますけど、その時の記憶も残ってないしな、まあ、すぐ倒せばいいや、とにかく、うん、あの手を休めずね、ボッコボコにしていこう。仲間キャラとかも特にいない感じ。崩壊するナメック星でいるのは俺とフリーザだけか。孫悟空のスーパーサイヤ人とかおらへんのね。1対1や。ただでは死なさぬぞ。覚悟しろ。何もやってないのよ、ま、この姿を誰かに見せることになろうとはね。君の最初で最後の幸運、いや、不運か。ちょっと喋りばっかうるせえな。戦いに集中させてや。5分しかないんだからね。時間はあっという間過ぎていくよ。体力もそんな多くないしね。これほどまでの力がすごい動揺してくる。ただこれアルティメットフィニッシュ込みでの5分だから、そう考えたら1分でもちょっとかかりすぎかもしれない。何が出てくるか分かんないので、ね、まあ、前作の PQ なんでクーラーが出てくることはない。前作クーラーいなかったね。お前が死ぬ前に一言褒めておいてやろう。え、なんすか。見事だ、素晴らしい強さだったぞ。宇宙一と言ってもいい。このフリーザさえいなければね。それ悟空に向けて言ったセリフじゃん、やめてよ。俺に対してもそれ言ってくる。二度使わないでよ。おいおい、これデスボールか。いや違う。あーもうちょっとこれやめてほしいんだよ、ほんと。ある一定の距離取ると勝手にロックオン離れる機能、何の必要性も感じられない。ざれるよって、お前ダメージ受けたじゃねえかよ。負けるか。めっちゃ怒ってる。時々バイキンマンになってるけど、俺が負けるかの部分完全バイキンマンだった。やっぱこっちも体力ピンチじゃん。一回必殺技当たると形勢逆転するんだよ。相手の必殺技強いから。こっちの必殺技はそんな強くないから。もうその無敵化やめろやん。おかしいんだよな、技の始まりと終わり。フリーザだけ優遇されてる。あ、また来た。これ避けないと死ぬぞ。あ、当たった、死んだ。わー、失敗に終わった。嘘やろ。はぁ、めんどくせえ、またやり直しかい。無謀なことを、この俺に反逆するとは。まさかこの姿を誰かに見せることになろうとはね。君の最初で最後の幸運、いや不運か。
あーもうなんでその余計当たってたわ。なぜお前にこれほどまでの力が。ダメージ与えることはできても、さっきみたいにね、あの避けられない、絶対避けられない技が来たらどうするかだよ。ちょ次ガードするわ。あれガードできんのか知らへんけど、今度は死ぬかもね。こういう避け方もあるってことだよ。もうよっぽどタイミングよく押さないと。うん、来た来た来た。もうはいガード。あーできたね。これをすればよかったんだね。もう時には受けていかないと。よくガードできたな、惑星破壊レベルの技を。今記録切れてんじゃん、やべえじゃん。今度は死ぬかもね。ノー、もうはいよ記録戻れや。回復が遅いんだよ。お前が死ぬ前にどこと褒めておいてやろう。見事だ、素晴らしい強さだったぞ。宇宙一と言ってもいい。このフリーザさえいなければな。当たったね。うん、ふざけるな。ノー、俺が負けるか。感触にもほどあるやろお前。怒ったり褒めてくれたりよ。会話が入ってこねえ、もう戦いに集中してる。もうなんでそうなんねん。当てたのはこっちやろ。まあガン無視されるね。終わった。さあこの後だよ、何が来るんだこれ。フリーザ復活か。え、何3体。わあもうタイムパトローラーのパターンかい。時間3分しかないのに3分で3体、まあ、1人1分倒せばいいってことか。簡単に言うけどお前それが難しいんだぞ。やめろやこのパターン。時間なんや、時間ない中タイムパトローラーが来るの。しんどいわ。もう同じ色してるんだからちょっと空気読んで。同じ蛍光色でしょ。同じ色のやつには優しくしろって。お前父親に教わらなかったのか。俺は父と母とおじいちゃんとおばあちゃんに教わったの。全部教えられた。優しくしなさいよ。仲間だよどう考えても。こんな色のやつ他にいないんだよ。肌の色が仲間の証明だろ。あでも弱く、うん、まあ弱いからいいかな。耐えるか微妙に多いけど。時間との戦いだね。ひたすら、うん、まず1対1で、これねスーパーソウル装備してるんで、それが大きく役に立つわ。よかったセットしておいて。倒せば倒すほど基本攻撃力が上がるので、次の雑魚がさらに倒しやすくなるんだね。いいなこれ。あと1分半以上、まあ大丈夫だね。この後苦戦しなければ。そこめちゃくちゃ重要。でもやっぱ基本こっちが攻撃するだけなんでね、この繰り返しになるわ。フリーザのようにね、あのいろいろと無視してこないんで、ちゃんと当たってくれるし、カメハメハも当てれるし。フリーザがおかしいよね。あでもどうだろうな、最後のやつの体力次第かな。ちょっと厳しくないこれ。こいつ1分切る前に倒しておかないと。はいよ、いけやん。微妙、絶妙な体力設定なんよね。うわこれちょっとやばいかも。もう無駄な抵抗すな。もう頼むからお前ハゲ。デブか正確には。あとはこいつ、いやもう体力多いやんけ。1分でいけるか。最初いける思ったけどちょっと厳しくなってきた、うん、あーでも余計な手間をかけなければ。おい何してんねんお前、逃げること目的にすんなボケや。お前よ明らかに時間見て今逃げたよね。お前らから出てきたんだから逃げを選択するのはおかしな話やぞ。ちょっとあとちょっと30秒しかないけど、いけるいけるいける。冷静に冷静に。逃げんなや逃げんなやお前。30秒切っとんねんクソボケや。お前おもうこの時間も惜しいね。はよ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 、もうはよ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 、やばいなこれ。あいったわ、危ねえ。もうほんまにずるいもずるいだろほんま。時間見て明らかに動いてるよね。そんなやらしさお前 CPU がしてくるんじゃねえよ。対人戦やってんのかと思ったわ。対人戦でもわけわからへんけどね。わなんかドラゴンボールゲットした。なんかいろいろとアイテムゲットも結構厳しかったぞこれ。時間との戦いになる PQ はどうしても人の心を焦らすよね。やだわ、
一回失敗もしたし、でフリーザのあの技、もうあれはね、今後ガードしましょう。まあ、あの規模の技だからガードできただけだって、あれデスボールとはちょっと違うでしょ、規模がね。デスボールをお前ガードできるかっつったら微妙なような気がするんだけどね。次に解禁された PQ はこれも前作にあったものですね。ナンバー24スーパーサイヤ人伝説、成功条件はフリーザを倒すこと。でも待て、フリーザに至るまでザコいるし、フリーザはフリーザでもなんだよこれ。第1形態、最終形態、フルパートめっちゃおるやんけ。あらすじを読むと、フリーザの手下に囲まれた、背後にはフリーザの気配を感じる、仲間を見つけてフリーザと対峙しろ。仲間いないけどね、別に失敗条件の中にはいないけど、おそらくあっちに行けばいるんじゃないですか、さっきのようにネイルのようにね。でもネイルと同じであれば多分無視される。妖精出してんのに入って押してんのになぜか無視されて見るだけの人になる。あれいらへんからね、やめてね。普通に役立つもの、悟空とかでもいいし、本来このナメクセにいない住人でもええよ。それこそビルスとかウィスとかいてほしいわ。ないのかな。まずはザコからね。手下を倒さないとフリーザ出てこないみたいな感じであらすじ入る。ようやく倒したけど、お前5分以上かかってんじゃねえかよ。もうこっから長いのんね。これまずこっち行けるようになったので、こっち行く。そしたらクリリンがいるんだよ。私の恐ろしさを。でそのクリリンがやられると展開がまたね、いろいろと変わってくるので、まあそれは口では言わずね、この後映像でお届けしていきますわ。ただほんとこの PQ はアルティメットフィニッシュするためクソほどめんどくさいんでね、この後がもう本番。まずこの部屋に、はい、クリリン、あとご飯回復役でいてくれてるんで、はい、これもうそんなポージングいらへんからすぐ死ぬんやから、もう回復してもらいましょう。あ、もうそんな会話を楽しむ時間じゃないから今すぐ戻らないと。はい、戻って、まずあの北第1形態ね、その後最終形態フルパーという順番、そこに至るまでも長ければそこに至るまでもかなり苦戦があるから、正直何度もやり直してますよこの BQ。 なんてただ勝てるわけないぜ。毎回そこで詰まっとんのよねこのフリーザ。あれが恐竜に勝てると思ったのか。ちょっと待て、フリー、このクリリンはやられてもええんだけど、この PQ この段階でやられるとあときつくなるから、すぐ死ぬな、もう向かっていくな。ちょっと考えろハゲ、自分の力のなさを考えろ。すぐ死にたがるんだからね、自らコッパみじんになるよ。それは後ほどでいいんだよ。ちょっと待てよ、あーこれ死ぬな。あ、いやガードしてくれてる、ナイス。ね、第1形態の時にクリリンやられるのは本当欲しいから、ここまでコケにしたおばけ、この後ねある程度ダメージを与えるとフルパワーになるのよ。あっちが最終形態、まだやね、絶対に許さん。そこになってからだね、クリリンがやられるのは。じわじわと殴り殺しにしてくれる。ちょ何止まっとんのこれ。ちょなんかコントローラーの接触おかしい、さっきからちょくちょく動き止まるんだよね。バグなんかな。よし、ここでいった。そこまで死にたいのなら見せて。おはよう、もう会話が長いんだよ、変われよ。全部言ってからなるんだからね、言う前になっとけ。この後もうこれが意味わからんの。最終形態になった途端なんか移動してるっていうね。はい、クリリンやられた。でもこれでいいんで、最後悟空って叫んだでしょ。何が来るか大体予想できるよね。来た。いきなりブチ切れてる悟空が、クリリンやられとるからね。サイヤ人は皆殺しだ。おめえたちに殺されたみんなのためにもおめえをぶっ倒す。この BQ は悟空の生存が大きく関わってくるのよ。味方のね、クリリンはやられてもいいんだけど、悟空とあとこの後もう一匹出てくるから、そいつがやられちゃうとまずいのよ。大ダメしか変わらんはず。あー、僕どういうことだ。なんだ貴様は。切れてんじゃん、早く、ま、早く遅いんだよな、切れてからの。俺は怒ったぞフリーザー。なぜ貴様にそんな力が。まさか貴様は。とっくにご存知なんだろう、俺は自分から貴様を倒すためにやってきた。最悪穏やかな心を持ちながら
激しい怒りによって目覚めた。もうそろそろフルパワーになるはずだぞ、この体力なんで。スーパーサイヤ人はよなれ、はよなれ。あー、もうまたこれ来た。ガード、これ悟空の代わりにガードしていかないと、俺がじゃないと死ぬから。結構わりかし簡単に死ぬから。あー、来たフルパワーね。ここから、これから最終決戦。でもここからが本当の戦いだから、まず回復、俺の回復。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。またせたな。あ、また。 NO! こいつがお望みのフルパワーだ。またせたな。なんで2回言ったんだよ。こいつがお望みのフルパワーだ。ここで来るんだよ、これが。俺はほら、ベジータ。俺はこいつこいつやられちゃうとあかんの。アルティメットフィニッシュするためにはベジータが生き残っておかないとダメなんで。フリーザか。そこ何度もやられとるから、この PQ やり直しとるけど。なななななな、これもまた介護だよ。すぐに黙らせてやるぞ。もうちょっとフリーザを止めろ。あいつ死ぬから、すぐ死ぬんだよな、こいつ。ポンコツすぎんね、いくらなんでも。ね、みんな元気カプセルも使ってもあんま意味ないんだよね。回復しないから。意味ない。自分の連れてきた仲間じゃないから。途中で来たサポートキャラだから。もうちょ、フリーザにゆとりを与えるな。必殺技も連発するからね、こいつ、フリーザは。あっという間に倒さないと、まずベジータ悟空やられる。ベジータがやられたらアルティメットフィニッシュしないから。常に攻撃してる状況よね。まだ1ゲージあるよ。おい、くたばりどこないね。こっちのセリフだわ。今度はコッパに陣にしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。ウリリンのことか。そのやつもおったね、忘れてたわ。あ、まだ。ノ、俺も買い替えにもないからね。こんなもん何度も受けれないよ。ちょっと悟空何してんだ、あっち行けよ早く。なんで俺の周りうろついてくるんだよ。ベジータ死ぬやんけ。ああ、死んだ、もう終わった。もうこの後また PQ 失敗だよ。もう以後この繰り返し。もう圧倒的にこのフリーザがね、ベジータばかりを狙うな。あのクソハゲも逃げへんし。この PQ の難しいとこ、これ、もうアルティメットフィニッシュ諦めた方がいいかもしれない。現状いけへんよ。もう4、5回やり直してこれだもん。次のデスボール来たら終わりだもんね。フリーザの体力もまだ、あと1ページの半分あるということを考えたら、やばい。どうだ、もう一度たりともデスボール刺すな。あ、やばい、なんか間が怖い。殴れ。よし、よかったー。俺が相手するまで。あー、で、そうだよ、こっからだよ、本番は。何くんだよ。クズ野郎め。地球の借りを返してやる。おお、スーパーサイヤ人。新しい宇宙の支配者はこの俺だ。え、何、ベジータ倒すの、ここから。まだこんなもんじゃない。ああ。そいつを見せてくれ。てっきり他に何か来んのかなと思ったので、ベジータがスーパーサイヤ人覚醒する。だからベジータやられちゃダメだったんだね。なるほど。これスーパーサイヤ人のベジータだから油断ならんよ。もう回復アイテム全部使っちゃってるからね、ここまで。僕と共に倒すしかないわ。俺がスーパーサイヤ人だ。お前スーパーサイヤ人になれたのは俺の全力的な介護があったからだろう。なんで敵対するん。何に対する怒りで目覚めた。俺が怒りでスーパーサイヤ人目覚めそうだわ。これ悟空やられたら圧倒的に戦況不利になるね。たまに来ぜ。だからフリーザと違ってあれだ、連発しないから。あー、ノ、悟空、俺のクリリンのように悟空って叫ぼうかな。そしたら助けてくれるでしょ。いや、全然今見て見ぬふりしとったけどね。体力ピンチなんだから勘弁してや。はっ、あとは俺がやる。え、何、なあ、ピッコロが来た。何をしている。早く立て直す。次から次へといろんなやつ来すぎやろ。このまま終わると思うなよ。こんな原作の話なかった。あ、やばい、死ぬ。もうちょっと勘弁してよ、お前。ここまで来て失敗はねえぞ。もうマジでもうし、何回も失敗を重ねとるから。やってどうぞ。これ俺戦い壊らない方がいいかもね、逆に。またフルパーエネルギー弾来るかもしれないし。うん、勝手に倒してくれるわ。
そっか、はい終わった、アルティメットフィニッシュ。最後はみんなでリンチだったね。天下無敵じゃなかったのか。天下無敵じゃねえよ。なんなんだよこの展開。先生、あ、先生乱入。なるほどね、俺先生今ピッコロを設定してるんだよ。だから来たんだ、これ PQ だから来たんじゃないんだよ、この PQ だからね。先生がピンチになって駆けつけてくれたんだ。なるほど、そういう設定か。いや、ほんと唐突になぜかこのタイミングでね、ピッコロが現れたから本来ありえないでしょうと思ってたら、そういう流れだったのね。いや、先生助かりました。今後もね、先生設定してる以上はまたピッコロが俺がピンチになったら来てくれるはずなんで、お願いしますよ。いや、めっちゃ難かったわ。改めてちょっとアルティメットフィニッシュの条件を振り返っていこうと思うんだけど、ほんと俺 4,5 回失敗したからね。何度も何度もベジータが死ぬんだよ。これですね。まず成功条件がフリーザを倒すこと。そして次がベジータを仲間にし、倒されずにクリアすること。ただ、このベジータが来るには、悟空が生きてないとダメなのよ。悟空が死んじゃったらベジータ来ないので。だからそこまでに至る過程で俺は 4,5 回失敗してたの。あとベジータが死んだりもね。で、最後はスーパーサイヤ人化したベジータを倒すこと。おかしない？お前がスーパーサイヤ人になれたのは俺の全力介護のおかげですよ。そんないわば命の恩人に対してお前スーパーサイヤ人になってやりに来る。おかしいわ。なんかちょっとベジータのことが嫌いになったね。まあ、本当に苦労に苦労を重ねたけども、なんとかクリアすることができました。で、まだまだ続いていきますから、続けてプレイするのは PQ25、堤防のあり、成功条件はクーラーを倒す。やはりこの PQ でもクーラーの登場がありますね。ただクーラーだけじゃなくて、なぜか普通にフリーザとかもいるし、あと、最終形態のクーラーもおるからね。これもこれで苦労するなぁ。帝王の兄言うとんのやから兄だけ出してくれたらええやん。なんでまたフリーザもおんの。これに関してはゼノバースのオリジナルのやつだからね。やったことないな、この PQ は。まあでもさっき以上に難しい PQ は正直ないよ。さっきのはね、PQ が難しいんじゃなくて、ベジータの介護が難しかったのね。フリーザが ああやって狙うから。え、これまず何ついに 100% 戦ってる悟空と。パワーってやつの出ましか。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。この時を待っていた。俺に殺されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても、貴様には死しかない。かもな。死を覚悟する。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。うわー、来た来た来た。これはメインストーリーとほぼ同じ流れだね。手こずっているようだ。クーラー PQ 初登場。たまには兄らしいことをしてやろうか。たまには。いや、これ待てよ、フリーザから倒した方がいいよな。悟空やられると戦況が一気に傾くんで、2対1の環境を作るとまずいから、ちょっと悟空死なないで、せめてフリーザを倒してから死んで。クーラーと1対1なら問題はない、俺次第で。ただクーラー VS フリーザを相手にしなきゃダメっていう状況になったら確実に死んで死ぬから、まあ、フリーザは間違いなく悟空がいる間に倒せるし、まあ、ピンチになったらあのピッコロ先生も来てくれることですし、ね、急に登場したあのピッコロ先生。はい、OK。あ、倒せてない。わー、ちょっと待てよ、これ。あー、なるほどね。フリーザ倒せない仕様。つまり、クーラーある程度のダメージ与えないとダメってことか。なんやねん、それ。事前に言っとけや。少しはできるようだな。めっちゃ褒めるやん。弱いな、このクーラー。第一形態だから第4なのか。これでもここまでの傷を負わせるとはな。よーし、けよ。どう思うな。終わったね。はい、しゃべってくれ。この時間が欲しいね。これまだ続くやん。この間も必殺技してくるんだから。はよ死ねえや。はよ死ぬか。動け、この PQ。 早く。長い悟空、スーパーサイヤ人だから喋るのも遅いね、会話スピードが。はよ、ここでクーラー復活ね。ボロボロやん、よく復活できたな。でもちろん最終形態のこのかっけえやつね。これフリーザはどうなんだよ。倒せるよな。
え、倒せるよね。このいや倒せへんわ。なんやねん、フリーザの体力が固定かいな。クーラー優先だね。ちょっとこの PQ のあり方おかしくない？ルールが事前に言ってくれないとフリーザー倒せないと。すごい時間の無駄やん。まあ、ある一定のダメージ与えないとこれ多分クーラーが出てこないし、その後の展開もないからね。どっちにしろ与えないとダメなんだよね。わ、やばい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 。でかい、あ、でかい、あ、あ、当たってない、よかった。誰に当てない、あ、フリーザーようやく死んだ。で、あとちょっと待って、クーラーの体力が減らない。で、悟空が消える。ナメック星から脱出ってことね。あ、倒した、終わった。俺が甘かったというのか。甘くねえわお前。あー、なんか来るよね、まだある。愚かなフリーザ、メタルクーラー、それも3体、わーっ。ちょっと待て、メタルクーラーがこのタイミングで来るのはわけわからんぞ。で、メタルクーラーというのは1体1体はもう普通のクーラーの強さですから、それでいてなんか学習して強くなるみたいなシステムだったよね。だからもう普通やわ、普通に倒しづらい。これが3体オンのやからね。うわー、もうなんなんだよ、楽かと思ったら。お前このタイミングでメタルクーラーおかしくないっすか。この PQ クリアした後のその展開ならわかるけどね、ここで出てくんのか。順序がなんかおかしい。で、こういうね、数の暴力で来る時のために、あ、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、なんや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 、あ、避けれへん避けれへん、全部当たる当たる当たる、フルコースで当たる。回復アイテム待たせてな。あ、ピコロ、ナイス先生、ありがとう。ちょ、回復アイテム使って早く立て直すんだ。早く言うたって、お前それが難しいやろかい。こういう時のためにこういう技、爆発系の技をね、ピッコロとのミッションクリアして手に入れてるんだけど、今大使使ってなかったね。惜しいな、完全勝つの暴力だもん。先生死なないでね。大して食らってないわ、本当。まず一回倒さないことにはこの戦況変わらへん。また来るやん。当たる、全部当たる、全部フルコースで当たる。死ぬよ俺。あー、これあかん。あ、ナイス先生。先生登場するとE ランクでクリアできないよね。そこじゃないな、この際。あと1体になったら断然楽やわ。少しはできるようだな。あんたのおかげやけどね。あー、当たらへん。わった、アルティメットフィニッシュ。あー、きつかった。まず普通の PQ からしてきついしね。フリーザいつまでたっても倒せねえ。無敵時間が長かった。ランクは、あ、それも Z ランクなんだね。先生乱入しても大して獲得スコアが減るわけじゃないので、あ、いいですね、ほんと。先生にしててよかったわ。もっと強い先生が欲しいな、なんなんで。で、今、孫悟空のウィッグ髪のやつだよね、カツラみたいな。なんか手に入れた。え、俺も孫悟空になりきれるってこと？フリーザー一族の俺が？ちょっとやっぱサイヤ人にコンプレックスがあったんでね。もしも悟空と同じ姿になれるのであればなりたいな。あ、やっぱ装備できるね、これ孫悟空のウィッグ。これだったらもう普通にサイヤ人として始めればよかったのね。いや、でもフリーザー一族が悟空になりきってるっていう設定がいいじゃないですか。だから服に関しても悟空の亀仙流道着で、ズボンに関してもこれだね。おお、もうなりきり悟空や。じゃあ今後はこれでやっていきたいと思います。悟空になりきってね、フリーザー一族の俺が。で、次にプレイする PQ はナンバー26、これもゼノバース2オリジナルのやつで、巨大兄弟大激突ダジャレ。これは主な敵。え、悟空を倒す、え、どういうこと。クーラとフリーザー分かるよ。え、なんで悟空がおって最終目標が悟空を倒すことな。あらすじを読むと、宇宙の帝王はこの俺だ、
フリーザとクーラーの宇宙規模の兄弟喧嘩が勃発、いがみ合う二人を叩き伏せ被害を食い止めろ。なるほどね、兄弟喧嘩からの悟空は何なの悟空なんやね、全くそのタイトルからしても関係ないし、あらすじ読んでもなお悟空を倒す理由っていうのがわけわからんわ。むしろ兄弟の喧嘩を止めるために一緒に俺たちと戦うのが正解じゃないの？何なんだこの PQ、 タイトルからしてネタくせえし中身もネタやな。宇宙規模の兄弟喧嘩恐ろしいね。なりきり悟空の俺が行く。なんだお兄さん、今さら僕を殺そうだね。僕の実力を目の当たりにして怖くなったの。全然喧嘩してないけど、僕も一緒だと思い今まで生かしておいた。この程度が限界ならその意味すらないということだ。一人二役いいね、この会話新鮮やわ。もある人随分と甘い考えだね。まったく人気なガキをそこまで生かして兄としてそろそろけじめをつけてやらねば。僕くらいいつでも取り消すといいのに。甘いのはその考えだ。あ、もう倒したね。終わった。から後悔するがいい。クーラー関してはもういきなり最終形態なんものだ。弱いわこいつらは。この PQ 用に弱くされてるって感じだね。特にフリーザはクーラー関してはずっとさっきから弱いけどね。体力もそんな多くないし、ダメージもいっぱい与えられるし、まあこっちのレベルもだいぶ上がったからね。ほんとさっきの PQ で経験値とかね、レベルとかも上がってるんで、それもあってかだいぶ優勝に持ってプレイできるから、それだけほんとあのサイヤ人伝説には苦戦させられたから。はい、これも余計ようない。この手の技どうしたらいいんだろうね。ガードするって言ったって記録ないとかできへんし。お前はなりきり悟空だよ。見たまんまやろ、あのサイヤ人の猿を真似とんねん。コンプレックスがいろいろとあるからな、オタクらのように。終わった。ひとまずあれ、ここから。お前、え、あの二人を倒したんか。倒しましたよ。来てー。まさかあの二人より強いやつがいるなんてな。おかげでまだ時間ある。あ、だ、やばい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 。なるほどね、そういう流れで悟空と戦うってことか。俺が全部倒しちゃったから。あー、くそ、戦闘強のこの悟空の特性というものをしっかりと理解しておくべきだったね。そしたらお前倒さずも待ってたのに。なりきり悟空な俺に対するツッコミはないの。これ勝った方が本物の孫悟空を名乗っていいでしょ。そういう戦いだよね。体力多いしダメージも全然入らない。これちょっと強すぎません？これ、あかんわ、これ失敗する、確実に失敗する。あ、もう失敗。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アイシーだ。はい、失敗。なりきり悟空な俺は倒せず。偽物と本物くっきりと分かれたね。これ明らかに火力足りてないですよね。自分の力のなさを恨むんだな。え、何ですか先生。え、なんで先生そんな俺に対してぼやいたん。今ぼやく必要あった？そんな恨み事言わなくてもええやん先生ならね。今の腹立ったわ、ピキって言った。これね、何回かやってみたけど仲間連れていかないと無理だわ。もう強すぎる悟空が。あそこだけ明らかに CPU の難易度上がってるんだよね。これまでのやつと全然違う。ダメージも与えられねえわ、ひたすらこっちが受けるわの繰り返しで、ぶっちゃけ 2,3 回失敗してますこの PQ に関しても。だからもうこっからはですね、仲間連れていきます。極力ソロでやるって言ったけどもう無理だわ。連れていく仲間に関しては今連れていけんのは、まあサイヤ人編をクリアしてるのと、あとフリーザ編もクリアしてるんで、まあこういう感じになるね。まあ、でも敵にフリーザとか出てくる以上はちょっと連れていくのは違うでしょ。あと悟空ブラックとかも連れていけるんだけど、これもまたちょっと違うような気がするから、ここはベジータ潰してやる。おまけでヤムチャあたり連れていってみようかな。おまけで、まあとにかく数が多ければですね、標的がね、あのマーカーがそっちに向くから悟空の注目を集めなくて済むんですよ。だからヤムチャは壁役になってくれと言ってんの。
今後はね、PQ クリアできないのであれば仲間連れていく。極力一人でやるけどね、今後もね。初見は一人でやるけども、まあ、クリアできないものはちょっと妥協するよ。いいか、俺の足を引っ張るんじゃないぞ。いきなり味方に向かって、そんなこと言うなよ。何ちょっと待って、この辺時間かけたくないから。ノ。この辺はノーダメージでいかないと、勝って当たり前の戦いや。このフリーザとクーラーめっちゃ弱い。ただね、この2匹が弱い分悟空がめっちゃ強い。何が異常なレベルで強い。でもあれだね、ほんと仲間いると全然違うね、与えられるダメージも。ヤムチャも意外に役に立ってる。どうでもないか、いるだけやな。いや、いいんです、いいんです、いいんです。それに価値があるんだ。あー、ええわ、あっという間終わった。またクーラこの辺でまず仲間がやられるっていう展開はあってはならない。この後の悟空戦にちょっとベジータとヤムチャは残っててもらわないと。最後までよろしくね。ノ。ほら、これピッコロ教えてもらった技ね。バカ扱い、そんなダメージ与えられねえよ。もっと豪快にいきたいよ。前作俺が使ってたウルトラハイキングボンバー並みではない。あれだけ息半分近く削れた。どんな敵や、あの便利な技本作にはないのかな。あってほしいんだけどね。手に入れられてないから伝えない。サイヤ人は皆殺しだ。やれるもんなら。よし、終わった。時間は3分残ってるね。おそらくこの PK5 分以内にクリアしないとアルティメットフィニッシュにならないかも、ね。あの2人を倒したんか。俺たちね、うん、おめえじゃなくてね、お前たちね。今回は数が多いですから、ベジータとヤムチャ。さあ、こっからやぞ、本番は。やたらと強い悟空さん。おかげでまだ時間ある。いいぞ、みんなで殴れ、みんなで殴れ、協力して殴れ。ワリーが本気でやらしてもらうぞ。いつもいつも俺より上を行きやがって、とことんムカつく野郎だ。このベジータあれなんだけどね、初期のベジータなんだけどね、仕様は。ただ会話はもう魔人ブー編のなんかベジータみたいな感じだったよね。あー、でも圧倒的に楽やわ。一人ならもうこうはならないから、殴られる立場は俺ですよ。 2,3 回やったけどね、もうどうしても悟空の攻撃避けれないから。このカメハメハが当たるし、やっぱ二人がいてくれてることによって、その標的がいろいろと変わってる。ベジータの方行ってくれたりすることもあれば、ヤムチャの方に向くこともあるし、俺の方に来ることもあるじゃんね。ただ仲間がいてくれてるから、まあ、均等になる。ヤムチャも全然強いの、体力残ってるからね。まあ、仲間連れていくものだね。ここもヤムチャ連れながらやっていこうか。何懐かしかったの。めっちゃ字が残っとるよ。理性残りまくり。そんなスーパーサイヤ人、そんなキャラでしたかね。セル編であればわかるんだけどね、ナメック星編の PQ だから理性残ってたらおかしいんだけど。ノ、あと1ゲージなんだけど、これ待てよ。いや、そこが長いわ。この1ゲージを1分以内に削っていかないと。1分30秒以内に。ノ、わーお、死ぬ。危ない。このみんな元気カプセルは味方の体力を回復するから、そういった意味でも今後多く使うことになるね。仲間を連れていく場合はもう一回使っとこう、元気カプセルね。追い詰められるとはな。あのカメハメハ一撃で行く危険性があるのよ。あと半分。これ何が出てくるんだろうね、この後。またタイムパトローラーはやめろよ。まあでもこれだけの数がいたら別にそれでもええけど。ああ、また来た。危ない、当たるな。俺も当たるな、ヤムチャも当たるな、ベジータも当たるな。ほれ、よっしゃー、あとちょっと。これは一人じゃ来れられなかった領域やな。絶対無理だったよ。ちょっとあとちょっと。はい、みんなで削れ。ちょっと待てよ、時間もね、これ5分以内じゃないとまずいと思うんで。終わった、よーし。俺が相手するまでもなかったか。で、やっぱ来るね。何が来るんだよ。あいつらを全て片付けた。ターレスやるじゃない。なんでお前ら、意味がわからん。いや、このピークほんま意味わからんよ。主役は、え、なんかまた来た。え、なになに
スラッグ、わーお。メインストーリーで共にこいつら倒してるんだけどね、このナメック星編で。それを倒すことなのか。クワンツラをしてやがるな。王子様。ああ、やばい、ビジットやられた。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。ノー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 。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだよこれ。倒しすぎる、さっきから。どっちを倒せばいいの？ハーレスか。あ、ヤムチャがあれだね、ベジータ復活してくれた、ナイス。そういった意味でもやっぱ数は多い方がいいね。仲間も助けてくれるし、それ自分もそうですよ。ソロプレイだとさ、俺が死んだら終わりだけど、仲間が生きてる限りはセーフに助けてくれた。あー、でも仲間ともにピンチ、やべえな。ヤムチャ、ベジータ、これまでよ。ターレスはこいつら2人おる間にちょっと倒しておかないと、2対1になるとどうしてもきつくなるから。数の暴力は正義側が許されるだけであって、悪側が使い出したらあかんねんで。わあ、やばい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 、死ぬ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 。ちょっと待って、リンクカプセルあったよな、使っとこう。よしよしよし、もっと早く使っておけばよかった。こんなことな、ヤムチャ死んだ後に使わなくても。ハーレス、早く早く倒そう。やっぱ悟空ほどは全然強くない。悟空だけ異常なんだよ、明らかに。あそこだけね、悟空が強いというよりかはCPU のレベル難易度が上がってる。これまでもこういう脳筋的な戦い方ばっか俺してるでしょ。ひたすら殴って追尾して殴って、これでよかったんだよ、これまでは。どんな時もだから一人でやってこれた、まあ、先生の助けも中にはありましたけどね。悟空はそれが通用しないから、攻撃しようと思ったら相手の攻撃が来て、でもその繰り返しになる。ノノ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 、やれやれやれ、オーバーリミット使うわ。とどめさせる。オーグレカップのスーパーアーマー、ベジータのスーパーソウルを使ってるんでね。あ、これ味方にも影響あんのか、いいね。スーパーアーマーだから来ることないから、ひたすら来るんで。フロリー状態からだよね、今の俺は。フロリーほど筋肉が肥大してるわけじゃないんだけど、ちょっと待てよ、死ぬかこれ。あかん。え、生きてる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 。オーマイガーオーマイガー、ちょっと待て、ちょっと待て、逃げろ逃げろ逃げろ。一回回復するよね。オッケー、最後の回復アイテムしようだ。危ない危ない。まあやられても味方キャラがいるからね、助けてくれるとこだったと思うけど、危なかったな。ちょっと味方いる安心感に包まれたら今後ソロプレイでできないね。この後ひとまずまたソロに戻ろうと思うけどね、初見に関しては。ここまで味方いるありがたみを知っちゃったからな。とりあえずこのありがたみは知らない方が良かったかもしれない。ソロじゃクリアできないユーザーとなってるよ。そういう体と脳みそになってるわ。あとちょっと、あ、またこの攻撃鬱陶しいな。これこんな距離でやられたら余計もないでしょ。腕伸びるし、ダメクセージだからね。ちょっとちょっとちょっと、早終われ早終われ。アルティメットフィニッシュ終わった。もうベジータヤムチャ様々やね。一人では絶対見れなかった光景クリアなんで、ただ仲間を連れていくと、あ、ゼットラン取れるんか。とんでもない力。わお。それ以外のやっぱ評価項目があるからね。俺勝手に決めつけて仲間 2,3 人連れていったらゼットランクは絶対無理だと思ってたんですけどね。そうじゃないんだ。あ、ならもう今後惜しみなく仲間連れていこう。うん、そうするわ。やっぱ効率よく進めるためにもね、まだまだナメック星編のこのフリーザー編の PQ もありますしね。そうしよう、もう初見云々関係なく今後は仲間連れていく。さあ次の PQ はですね、今目の前にいるメタルクーラから受けることが可能らしい。なんか嫌な予感するけどね。話しかけていきましょう、うん、あ、これ俺フリーザ一族だからそれを突っ込んでくれてんのか、ありがとうございます。原始的な姿めっちゃディスられたよ。目お手とか言わなくて恨むならこの俺の同族として生まれてしまった自分を恨むんだな。何ですか、はい、いいえっていや、どういうことこれ、はいって言っとこう、はい。おー、でその後始まるんかい。これですね、 PQ ナンバー27メタルクーラー乱戦。メタルクーラーを20体倒すのがこの PQ の目的になる。多すぎるやろ。まああれですよね、映画であった展開ですよね。いわゆるこの PQ はあらすじを読んでおくと、増殖を続けるメタルクーラー、すべてのメタルクーラーを打倒し地球から追い出そう。追い出せんのかい、次から次へと湧いて出てくるぞ。20体か。まあやりますけど、どうしようかな。これに関してはやっぱ仲間がいた方がやりやすいと思う。もう数で来るからね、こんなん確実に。
常になんか3体いる状況じゃないですか、メタルクーラーがね。これまでのザク戦ってそうだったでしょ。でもどうだろう、仲間、あ、これでも仲間セレクト画面が来ないな。あ、一人でやらないとダメなんだわ。じゃあやるわ、とりあえずこの PQ に関しては仲間は連れていかず。あ、でも一体か、の力でパワーアップした俺に。あ、弱いショットで、そんな強くない。続いてみて、今回大会時間が短いですが、どうやら敵を倒すことに。あ、これは前にプレイした感じと同じじゃん。今の結果で大会時間が増えました。で、思ってたよりも強くないんだよね。あ、これも一人で余裕でいけるね。そんな数で群れてこないし、余裕余裕。ビッグゲテスはそんなすごくない。科学力で蘇った。この俺は。いや強くないよ。ちょっと待てよ。1対1ちゃうな。おお、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかいろいろと出てきてる。うん、待て。3体くらいいるよな、もう。おお、次から次へと。おお、あとちょっと待って、これ何体おんねん。一つのフィールド4体くらいいない？いるよね、今3体いる。え、1体1体ちゃうの？最初1体1体だったよね。何なの、これ。なんかちょっと絶望。おお、4体いる。明確に4体いるわ。うわうわ、やばい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 。数の暴力やけ。でもこういう時のためにピッコロに教えてもらった技があるので、こうやって倒す。ほら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 、一気に倒す。爆発系の技やっぱ有効的だね。でこれ倒したら10体目だわ。まだ先長いよ。これから先も同じように次から次へと来るでしょ。これで10体あと半分。よし、これで半分は倒しましたよ。残り体力に気をつけてください。気をつける言われても、お前メタルクーラー追いかけられとんのやから、そう簡単に言ってくれんなよ。でもほんと1体1体がストーリーで戦ったレベルのメタルクーラーだったらヤバかったな。ストーリーで戦ってないのか、 PQ で戦ってんすか。あれであればヤバかった。そんなに硬くない、やっぱ柔らかいよ。だいたいワンコンボで倒せる。で、爆発系の技使って、はい、イエース、ダブルで撃破だぜ。数は多いけど、そんな言うほど絶望感はないかな。あの映画ほどのね、一体一体がめちゃくちゃ強くて、その一体をなんとか倒したベジータと悟空の前に100体ずらーって出てくる。あれほどの絶望感はねえぞ。むしろ先のピークよりも断然楽だから。では一体倒すこともこれで終わったと思うな。言った終わってるだろ、まだ湧いて出てくるのか。ここからさらに倍の数倒すみたいなパターンないよね。この俺はありそうやな。アルティメットフィニッシュするためには100体倒せみたいな。ビッグゲテスの科学力で読みない。 OK、 倒した、フィニッシュ。この俺が21体目も倒したよ。ん、やっぱ来るよね。何が来るんだ、この目障りな早め。クーラー最終形態、普通の。たまには本気になってやろう。なんでこの流れで普通のクーラーっていろいろとおかしくない？えらく遠い位置にいるし、かも。これがやたらと強いんちゃうか。体力も結構多いね。でもさっきの悟空ほどの強さじゃなければいいね。あの悟空が本当に異次元な強さだった。このデスボールは本当に避けるのが楽だ。直線上にしか来ないから。わー、兄のくせに弟より弱い。いや、そんなものだよ。兄より優れた弟がたくさんいるじゃん、地球上にもね。この世界でも同じやわ。クーラーよりフリーザーの方が戦いづらい。楽やね、何の怖さもない。あー、まあでもこのデスボールは避けやすいとはいえど、避けやすいからこそ確実当たらないようにしないとね。あ、のの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 の。あー、ちょっと待て、アップだ。時間も体力もゆとりがあるからね、ほんとラフィアはすぐ終わらそう。すぐは終わらせられないから、硬いんだ。あ、もうポージングやってんのに。ちょっとやばいな。おー、で先生の登場ね。なんかデスボールもなんかなくなってたね。立て直すんだ。
うるせえな。やるよ。このコンボで悟空には通用しなかったやつね。やろうと思う前にやられるんだよ悟空に。逆に2コンボくらいでいい。先生先生、俺にとどめさし、ここに倒してきた俺なんだから、お前じゃねえぞお前じゃねえぞ。21体、いや計22体のクーラーを倒すのは俺だ。ちょ先生先生、嘘でしょ。ちょやめろよ。とどめは絶対俺のものだからね。殴るなよ。オッケー、危ない危ない、最後取られるとこだったよ。クリアね。そんな難しくなかったな。大げさなそのストーリー名 PQ 名に対して難しさは特に感じないまんまだった。だから1体1体が本当ね、あのメタルクーラーがやったらと強いのであればもう激ムズだよ。また仲間の力借りるとこでしたけども、そうじゃないんでね、ワンコンボで倒せる、あの爆発系の技やっておけば一気に全部倒せるんでね。楽屋は原作だと1体1体がそれこそ普通のクーラー並み、いや そうですよ。で倒せば倒すほどその能力が上がっていてね、学習能力によって。もうそういう設定ではなかったんだね。でまだ目の前におるし、全部倒したろ。進化するからなじゃなくて何その宣告、はい、せいぜい今のうちに楽しんでおけ、必ず貴様の生体エネルギーをいただいてやるという、なんかもうオラついてるこの人をここに置いとってええの。互いに尻尾揺れとるね。どういう感情なん。犬なら今この二人楽しんでるよね、見つめ合ってね。嬉しいのかな。そんな嬉しさないけどね。次にプレイするのはナンバー28、前作にもあった伝説のスーパーサイヤ人伝説。これが宇宙の帝王編最後の PQ になります。成功条件は孫悟空とクリリンを倒すこと、あと失敗条件に注目、フリーザの体力がゼロになることっていうのがあるの。この PQ はフリーザが味方にいて、それがやられると PQ 失敗扱いになるのでめちゃくちゃ注意です。これね、前作やってかなり俺苦戦しとるから。あと倒す順番とかも確かあったはず、アルティメットフィニッシュするためにはね。ひとまずは仲間にフリーザがいる以上、この PQ に関してもこっちから何かを連れていくことはないですけど、むずいぞこれ。フリーザの体力っていうのはみんな元気アイテムで回復できないんだよ、この手の味方はね。自分が連れていたやつは回復できるんだけど、できないから、この手のやつは。だからさっきみたいにね、もうやられないように全力介護だよ。目の前におるけど第一形態、私と共に戦えるの。だからもうフリーザのとこに抜かれないように、もう常にダメージ与え続けないと。ほらこのフリーザ弱いんだから。いいから俺から離れるな。まだナメック星人が生き残っていたか。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。倒す敵も多いから始めましょうか。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。痛いよ、ね、ちょっとフリーザさん、こんなちょっとピクルとかご飯に苦戦しないで。めっちゃやられとるけど。死ぬかも、お前のセリフやろ。死ぬこと自己申告しとるのか。いやこれちょっと待ってよ。お父さん、お、届いた。想像以上だぜ。早く行け、長いわ。ご飯、あーやばい、なんか必殺技しとるやん、当たっとる。ちょっともう半分近いよお前。ピーザとご飯相手に、じゃないご飯とピッコロ相手にこれだけ食らったら。その調子です、続けなさい。いや続けなさいじゃねえよお前。うわ、なんかまた来たやん。ザ子供のお遊戯に付き合ってる暇はない。全員まとめて片付けてやる。いつもなら立場はね違う、ベジータを介護しなきゃダメなんだけど、この場合このベジータもフリーザを狙ってくるからやられないようにね。ベジータのくせに私に逆らうとは、くせにとか言ってる立場じゃないよフリーザさんね。気をつけてやられんぜ。私いつまで余裕ぶっていられるか楽しみだ。余裕なんてないよね、体力半分なんだからね。俺にはこれが限界だというのか、バカな。
そんなはずはない。まあ、やばい、この最中にダメージ与えられないのが本番だぞ。だめ、このまま終わると思うなよ。必殺技当てられたフリーザなんてあっという間いくからね。特にこれが悟空のカメハメハだとなおさら。ベジータだからまだそんな食らってないけど、回復とかないのか途中でルパーになってね。次に来るのは遅くなってすまなかった悟空とクリリン。これね、倒す順番あったはず。原作通りまずはクリリンから倒したら何かあるはずなんで、ちょっとクリリン狙おう。目をぶっ倒す。これ倒すの時間かけてた。リザーが悟空にやられるから早く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 。半分切ってるよ。サイヤ人たちのためにも、そしてナメック星人たちのためにも、おめえはぶっ飛ばす。よし、これでさっきと同じや。殴らないで、今もう切れて早く。フィニッシュじゃないよ、ここからここから逆のパターンよね。だからさっきとさっきフリーザーを倒すのをこの悟空と同じ目線でプレイしたけど、今回に関してはフリーザー目線に立ってのあれになるんで。でもこれなんでお前そんな位置にいるんだよ。さっき横におったやんけお前ら二人。こうしてる間にもお前フリーザーやられてんだから。だからもう常に攻撃ね。フリーザ介護、フリーザ介護。絶対に許さない。この悟空そんな強ないわ。さっきのあのね、TQ の悟空が異常だったんだよ。あの兄弟、巨大兄弟大激突。あの悟空が異常に強かった。この悟空めっちゃ弱いもん。あれに比べたら。パスやね。一方的に攻撃できる上に。まあ、前作の PQ だっていうこともあるんで、ちょっとゲームのバランスが前作仕様なのかもしれない。あの PQ がおかしかった。これならね、この悟空であればあんな味方連れていかなくてもよかった。味方いる喜びっていうのも味わうことはなかったと思うわ。あ、やばい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 。ノー、ちょ、フリーザ死ぬ。やばい、これ次のカメハメハ来る前にやっておかないと。あ、やばい、何してんだよ、ポンコツフリーザがよ、お前。全力介護せなあかんやんけ。でも代わりに俺がカメハメハ受けるとかね、あのベジータの時と同じよ。代わりに俺が受けていかないと。正面立って死ぬ。徹底的なフリーザ狙いやめろや。あー、ちょっと当たるなよ。はや、もう殴るなやお前。戦いに参加しなくていいんだよ、弱いんだから。よーし、アルティメットフィニッシュ。ちょっと考えろ、クソ弱いフリーザさん。フリーザ一族の俺の言うことだけ聞いておけばいいんだよ、お前は。変に戦いに加わってね、それが余計にね。その調子で精進を続けるんだよ。めんどくさい展開になってるっていう。最後にプレイしたこの PQ を振り返っていくと、アルティメットフィニッシュの条件は孫悟空よりも先にクリリンを倒すこと。まあ原作通りですよね。クリリンを悟空の前で倒すと悟空がスーパーサイヤ人化するので、その孫悟空を倒したらクリアということになるわけ。これで現時点でプレイできる PQ は全て終わりになったけど、めちゃくちゃ長かったね。ナンバー20から一気に28まで、一つ一つがまあ長いこと敵が強かったりね。一番苦戦したのはやっぱこの巨大兄弟大激突、これが難しかったな。でもこういう PQ は今後進めればまだまだあると思うのでね、まあ、苦戦しながらも今後も PQ 全てクリア目指してやっていきたいと思います。ここまで今回の動画ご視聴いただきありがとうございました。次回はメインストーリーの動画を投稿させていただく予定なのでお楽しみに。グググググバイマターを。